はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第20弾をやっていきます。で、今回ね、この10個やっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。では早速1番からいきましょう。で、今回まず1番が bread です。 bread で、これは食べ物のパンです。 bread でパンで、次がこれで thing と言います。 thing で、 thing は2つ有名な意味があって、これ両方とも覚えてください。まず1個が物ですね。で、もう1個がことです。まあ、物事ってね、セットで覚えちゃってもいいですけど、物とこと。例えば、この前にグッドをつけて、good thing って言えば、良いこと、みたいな使い方をします。どっちを使うかっていうのは、その文の中で合う方でね、使い分けてください。で、次が slowly です。slowly。で、slowly は、まあ、この後に、ちょっと派生でね、一個単語やるんですけど、これの ly を取ったやつ。これね、ly を取ると、こうなるでしょ。これ、スローって言います。で、これ多分日本語でよく使うので、何かがスローっていう。で、スローだと、これ、遅いになります。遅い。で、それに ly がついたら、で、ly がつくと、副詞になるんですけど、そうすると、ゆっくりって意味になります。ただ、もともとのスローを遅いって覚えておけば、ゆっくりっていうのがちゃんと出てこなくても、文の流れで、いや、スローは遅いだよな。じゃあ遅いに似た意味か。みたいな感じでね、思い出すこともできると思いますので、まあ、セットでぜひね、覚えておいてください。で、次がこれで、later です。later。で、later はすごく大事な単語で、まあ、2個意味書くんですが、1個が後でです。後で。で、もう1個が、ほにゃらら後です。ほにゃらら語。で、この、ま、後ではね、もう意味このままでわかりますけど、ほにゃらら語っていうのは、例えば、ちょっと例文っていうか、一個ね、使い方書きましょうか。ちょっと小さかったらごめんね。これで、two years later って書いてあります。two years later。これ、two、2です。years で年、あ、2年ね。で、これで2年後になります。2 years later で2年後。こういった使い方をする。later は。これね、よく出てくるんで覚えておいてください。で、もう一個ね、ここで later。この R を取った rate。で、これも遅いなんです。スローと同じですね。見た目だけ見ると。遅い。ただ、この2つの遅い、はっきりと分かれてることがあって、で、これもちょっとぜひ覚えておいてください。スロー。こっちの遅いは、速さが遅いんです。なんかスピードがスローだよね、みたいなイメージです。スピードがスローっていうね。で、レイトは時間が遅いんです。遅刻するときとかに使います。時間が遅い。だから厳密に場所が使う、使い分けがね、あるので、そこもね、覚えておいてください。で、次、フィッシュです、フィッシュ。でも、フィッシュもね、まあ、日本語で使う場面ありますけど、魚です。フィッシュです、魚。で、フィッシュはですね、まあ、複数形あるじゃないですか。複数形すると基本的に S をつけることが多いんですけど、このスイングとかもね、複数だったら S ついたりするんですが、フィッシュに関しては複数形もフィッシュなんです。S がつかないっていう。ちょっと特殊なんですが、覚えておいてください。フィッシュは複数形もフィッシュです。じゃあ、右行きましょう。これ、6番が hungry です。hungry。で、hungry は、まあ、お腹が空いたって時に使うんですが、一応ね、まあ、空腹のと書いておきます。まあ、お腹が空いたってことね。空腹の、これ右、大丈夫ね。で、ハングリーはよく、この U の部分を A で書き間違えます。まあ、多分最初はハっていう音から始まるんで、だけど、ハ始まるからだと思うんですけど、ちょっとね、気をつけてください。で、次、ゲームですね。ゲーム。で、これ、ゲームなんで、そのままゲームで、OK なんですが、もう一個、試合って、まあ、スポーツの試合とかね。意味でもよく出てくるので、まあ、それもね、覚えておいてください。ゲームで、ゲームと試合です。で、次ちょっと長いですね。これで、traditional と言います。traditional。アクセントが、D の、ここに行きます。traditional。で、これで、ちょっと待ってね。
伝統的なと。トラディショナルで伝統的な。で、これはですね、最後の AL を取ったやつですね。ちょ、一応書きましょうか。これ、トラディションですね。トラディションで、これで伝統っていう名詞になります。まあ、よかったら両方ね、覚えておいてください。で、次がこれでグラッドです。グラッド。で、グラッドは、これだけだと嬉しいって意味があるんですが、まあ、中学校の中ではもうほぼ熟語ですね、出てくるのは。で、こっちをぜひ覚えてほしいんですが、グラッドは、be、これ be 動詞、形、主語によって変えてください。be glad to ほにゃららです。be glad to ほにゃらら。これで、ちょっと一個で書きますね。ほにゃららして嬉しい。ここ動詞の原型が来るんですけど、ほにゃららして嬉しい。とか、喜んでほにゃららする。みたいな意味で使います。be glad to。これもよく出てくる。熟語でね。で、最後が information です。information。これアクセントがここに来ます。information。で、日本語では information って使う時もあるんですけど、で、これ意味が情報です。インフォメーションで情報で、ですね、これちょっと下書けなそうなんで口でいいかな。ここまで M までね、インフォーム、これで、まあ、知らせるっていう動詞になります。インフォームで知らせるっていう動詞、まあよかったらね、これもセットで覚えてみてください。よし、という感じで今回はこの10個ね、やらせていただきました。はい、こう、まあアップはしてないですけど、たまにですね、これ撮影してるときに最後の消すやつで喋りながら消すじゃないですか。普通にね、消すの間違えてね、撮り直しとかを何回かしてるんで、ちょっとここすごい緊張するんですけど、ちょっと待ってね。一応色分けしてね、消すやつはっきりさせようとは思ってるんですけど、喋ってるとね、すげえ間違えてしまう。よいしょ。ああ。ちょっと待ってね。よいしょ。ここと。大丈夫かな？ OK。はい、ということで今回もね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。で、また明後日ですかね、偶数日の16時に、まあ何もね、ハプニングがなければ、第21弾アップしていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。